さんこんにちは。今日は普段使用している溶接機の設定の方を紹介したいと思います。で、基本どんなのを溶接するときでも溶接電流以外は変えることがないので参考にしていただければなと思います。次回はリクエストの多かった RT 検査の判断基準などの解説をする動画を出せたらなと思います。それと TNH 横付けの動画も上げれたらなと思います。このようにこの動画では溶接の参考動画を日々上げていますので、よければお見逃しないようチャンネル登録の方もお願いします。で、溶接機の設定というのはとても大事ですので、 RT 検査がある時などは正しい設定をしていた方が間違いないと思いますし、クレーター処理などもしやすい電流などがありますので、設定はしっかりと行ってから溶接をするようにしていきましょう。で、まず皆さん知っていると思いますが、溶接電流を紹介していきます。このようにアークを出して普段溶接をする時のベース電流が溶接電流になります。で、次に紹介するのがクレーターフィラ電流。このクレーター電流はとても大事ですし、とてもしっかりとした役割をしてくれるので参考にしていただければなと思います。で、基本的に僕はクレーター電流は20ぐらいにしているんですが、この電流はもう変えることはほとんどないです。なのでわからない方などは20ぐらいにしてもらえればやりやすいかなと思います。で、このクレーター電流というのがこのメインの溶接電流を出してボタンをもう一度押すとクレーター電流に切り替わるのですが、この今の状態がクレーター電流です。メイン電流から低い電流に変わるとき、この低い電流がクレーター電流です。なので、このメインの溶接電流で裏波を出すなどしてパッと切ってしまうとクレーター処理というのができないのですが、このクレーター電流でゆっくりと冷やしていくということをすれば綺麗なクレーター処理ができます。で、それがしやすい電流というのが、まあ、個人的にはなんですがクレーター電流20ぐらいがしやすいかなと思います。で、次に紹介するのが初期電流です。普段初期電流はもう僕は10ぐらいでやっています。初期電流はもうほとんど使用することがないのですが、まずアークを出した時にアークがどこにいるかが暗くてわからないので、初期電流で場所を正確に判断して、初期電流である程度場所が位置が把握できたら、そこでメインの溶接電流を出して溶接をしていくという形で普段溶接をしています。で、初期電流がどれかと言いますと、このアークを出した一番最初につくこの電流、これが初期電流です。で、初期電流にはもう一つの使い道があります。それはステンレスで裏波を出す時などにビードつなぎや最終つなぎの時に初期電流を高めにするという技です。今これはメインの溶接電流で溶接をしているとします。で、ここからアークを切りビードでつなぐ時にこのように初期電流を高めにしていると高い電流でつなぎやすいということです。例えばメインの溶接電流が70ですと、つなぎをする時にとても炙らないといけなくなります。ですが初期電流を例えば120などにしていると、炙る時に初期電流だけでバーッと炙っといて溶接電流でじっくりと溶接することができます。なので初期電流を高めにしておいて溶接電流を低めにするなどしておけば、高い電流と低い電流をアークを切らずにそのまま使い切ることができます。で、次に紹介するのがアップスロープ。これは普段僕は 1.5 ぐらいにしています。この設定はもう1だったり、ほんと低めでいいと思います。で、アップスロープが何かと言いますと、最初にアークをつけるとこのように初期電流がつきます。で、初期電流からメインの溶接電流に変わるスピードがアップスロープです。なのでアップスロープを低くするとすぐに溶接電流に変わりますし、今これわざと高めにしているんですが、高めにしてみると初期電流から溶接電流にするときにこのようにじっくりと溶接電流になっていきます。なので普段溶接する際はあまり高くしてしまうとメインの溶接電流になるのがこのようにとても遅いので、ただ無駄な待つ時間があるだけなのであまり使い道はないです。なので普段僕はもうすぐに溶接電流にパッと変わってほしいので、アップスロープは低めにしています。アップスロープを高めに設定しないといけない場合といいますと、ゆっくりとメインの溶接電流に切り替えていきたい時などぐらいしか僕は使うことはないです。
で次に紹介するのがダウンスロープです。ダウンスロープはメインの溶接電流からクレーター電流に変わるまでのスピードを調整する機能です。アップスロープが初期電流からメイン電流へのスピードで、ダウンスロープがメイン電流からクレーター電流のスピードの変更の機能です。このようにアークを出し、今これ初期電流でこれがメイン電流で、ボタンを押すとクレーター電流に変わるのですが、このスピードがダウンスロープです。メイン電流からクレーター電流に変わるのを、今ダウンスロープを高めにしているんですが、高めにするとこのようにとても時間がかかりながらゆっくりと電流が下がっていきます。で今からがダウンスロープをとても高く上げた状態を見せていきます。このように溶接電流を出して、今もうボタンはすでに押しています。とても高く設定しているので、このようにゆっくりとクレーター電流に切り替わっていきます。これがダウンスロープです。ダウンスロープを高くする場合で言いますと、ダウンスロープはゆっくりとクレーターを冷ましていきたい時などに高めに設定するといいかなと思います。なのでクレーター処理が苦手な方などはダウンスロープを少し上げてもらえれば、クレーター電流までゆっくり切り替わってくれるので、じっくりと冷やすことができてクレーター処理が綺麗になると思います。で次に紹介するのがアフターフローです。アフターフローというのは溶接を終えた後のガスが出ている時間、これのことです。アフターフローは僕はいつも 1.6 ぐらいなのですが、それぐらいで十分だと思います。あまり長くガスを出していたところであまり焼け色は変わりませんので、ガスがもったいないので僕は 1.6 ぐらいにしています。しっかりとチタンのようにじっくりとガスを当てて冷やさないといけない場合などはアフターフローを長めにすることもあると思いますが、普段の状態ですと設定は 1.6 で十分だと思います。で次にクレーターを紹介していきます。まずクレーターなしで、次にクレーターありで、最後に反復を紹介していきたいと思います。まずこれがクレーターなしです。クレーターなしはボタンを1回押すと、押し続けている間アークがつきます。で離すとアークが切れます。それがクレーターなしです。で次に紹介するのがクレーターありです。クレーターありはボタンを押すと初期電流、ボタンを離すとメイン電流で、もう一度押すとクレーター電流で、スイッチを離すとアークが切れます。で次に紹介するのが反復です。反復はこのようにメイン電流で、もう一度押すとクレーター電流になります。でここで離すとクレーターありはアークが切れるのですが、離すとまたメイン電流になります。なので反復はメイン電流とクレーター電流が繰り返し行える溶接方法になります。なのでどのようにアークを切るかと言いますと、このように溶接が終わったらクレーター電流にして、ガスをある程度気化してしっかりと冷やします。そうしたらトーチを母材から無理やり離してください。これが反復の切り方になります。なので反復の場合はクレーターありみたいに最後にアフターフローでガスを効かす時間というのを設けれないので、反復の場合はクレーター電流の時にしっかりと冷やしてからアークをトーチを離して切ってください。この時にクレーター電流にしてすぐにトーチを離して切ってしまうと終端部分が黒くなってしまうので、このようにしっかりとガスを効かしてからトーチを離すようにしてください。で普段反復の使い道なんですが、反復は切りながら溶接をする際などに僕は使用しています。反復ですとクレーター電流とメイン電流を繰り返してくれるので、クレーターありだと離すとアークが切れてしまうので、もう一度スイッチを押してアークをつけるというのをしないといけなくて、反復よりもスイッチを押す回数が増えてしまいます。なので切りながら溶接する際などはスイッチを押す回数が少ないので、僕は反復で溶接をしています。スイッチを押す回数は少ない方が楽ですし、トーチをスイッチを押した時に腕が少し震えてしまったりもするので、切りながら溶接をする際は僕は反復を使用します。切りながらではない場合はクレーターありだと最後にアフターフローでガスをしっかり効かせれるので、クレーターありで溶接するのをおすすめします。最後にガスを効かす時間を設けたい方などはクレーターありで切りながら溶接をしても全然いいとは思います。なのでクレーターなしからまとめますと、クレーターなしはクレーター電流がないのでクレーター処理ができないので使用することをおすすめしません。
で、クレーターありは最後にアフターフローでしっかりとガスを当てたい方、それと連続で溶接をする時などに使用することをおすすめします。それと切りながら溶接したいけど最後にガスを当てたいという方はクレーターありで切りながら溶接するのも全然いいと思います。で、反復はトーチスイッチを押す回数が少なく済むので切りながら溶接をする時などにはとても手が震えにくかったりしておすすめです。ただしアフターフローの時間はないのでどうしてもクレーター電流の時にしっかりとガスを効かせたとしてもパッとアークを切ってしまうのでやはり少しだけ黒くなってしまったりもします。ただそこがあまり気にならない方などは常に反復にしているととても溶接は楽かなと思います。なので1層目を溶接する際は反復、2層目を溶接する際はクレーターありというふうに変えている人も結構います。そうすれば1層目は切りながら溶接がしやすいし、2層目は最後に光らしたい方などはアフターフローがあるのでクレーターありにすればちょうど綺麗に溶接が行えるからです。で、普段僕が使用している溶接の設定をまとめますと常にクレーター電流は20ぐらいにしています。で、初期電流はもう低めでだいたい10とか20ぐらいにしています。で、アップスロープはもう1だったりほとんど0に近い状態だったりで普段しています。で、ダウンスロープはいつもだいたい1ぐらいにしています。あまり早すぎるようにパッとクレーター電流に変わってしまうと少しクレーター処理がしにくいのでダウンスロープは1ぐらいにしています。で、あとは反復とクレーターありをだいたい使い分けています。こんな感じで普段溶接の設定をしていますので設定がよくわからない方などはよければ参考にしてみてください。あと左下のアイコンからタップしてもらうとチャンネル登録ができますのでよければチャンネル登録の方もお願いします。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。